からご覧の皆さん、上野駅前店からご覧の皆さん、上野御徒町店からご覧の皆さん、日暮里店、北千住店、北千住2号店からご覧の皆さん、綾瀬店、金町店、亀有店、亀有2号店、錦糸町店、錦糸町3号店、亀戸店からご覧の皆さん、門前仲町店、菅野店、蒲田西口店、そしてですね、練馬店、川口店、越谷店からご覧の皆さん、浦安店、行徳店、南行徳店、元八幡店、松戸店、柏店からご覧の皆さん、そしてはい、ここからはイージーカフェです。錦糸町店からご覧の皆さん、葛西店からご覧の皆さん、高円寺店からご覧の皆さん、新潟駅南店からご覧の皆さん、三宮2号店からご覧の皆さん、はい、せーの、こんばんは。はい、ということで、本日もじゃない、今週も始まりました。本日もっていうと毎日やってるみたいになるからね、それはさすがに嘘だからね。はい、ということで、皆さんこんばんは。本日もメイン MC を務めますまいみんこと愛沢まいみです。よろしくお願いします。お願いします。はい、続いて、はい、アシスタントをやっています、自分の名前自分の名前中学嘘やろ、自分の自己紹介やで、ね、誰の自己紹介する気なのはい、お願いします。ここ2年生になりました。なりました。そう、内山徹です。はい、よろしくお願いします。そして本日のゲストはこちらの方です。はい、ゴルコはい、はい、清水ゴルコです。はい、よろしくお願いします。です。名前言っとかんと、はい、最後までみんなゴルコゴルコ呼びますよ。はい、あのね、今回ですね、来てくれた彼女を詳しくね、これから聞いていきたいと思います。ということで、ゲストさん紹介コーナー。はい、じゃあ改めまして、はい、ちゃんとね、自己紹介をお願いします。はい、はい、清水ゴルコこと、ゴルコこと清水ひな子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私とこのひなちゃんの関係はと言いますとですね、皆さん前からね、私がちょこ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 騒いでいるのでご存知だと思いますけれども、愛沢さんですね、なんとキャットイレブンというですね、ガンアクションチームに所属しております。はい、そのメンバーでございます。ということでね、はい、メンバーの何担当ゴルコさんゴルコさんとあのね、彼女はそのキャットイレブンの中でね、一番うまいんですよ。で、うまくてもう立射のポーズとかがめちゃくちゃかっこいいんですで、なんかこのね、ゴルコ13みたいだからゴルコってあだ名がついたんですよね。うん、ゴルゴの子供、娘らしい、娘らしいです。娘的なぐらい、うまいうまいってゴルコさんって来てますけどおばあんですってね、ゴルコさんって来てます清水ゴルコさんねとか言って、はい、今日1時間ゴルコって言われんでとか、相沢ゴルゴまゆみさんとか言ってゴルゴまゆみちゃうで、ゴルゴこっちやで、ゴルコなんだよね、ゴルコ、ゴルコなんだよ。私もね、ゴルゴかゴルコか分かんなかったんだけどね、最近ゴルコなんだってことゴルコ気づいたんですけれども、彼女はね、普段でも役者さんね、女優さんとしてですね、いろいろ活動しております。私が自己紹介してるけど、ありがとうございますはい、じゃあですね、彼女のことを詳しく聞く前に、チャットでね、番組を一緒に盛り上げてくれる皆さんを紹介したいと思います。まずかおりんさん、どうもこんばんは。はい、それから山田さん、どうもこんばんは。はい、それからネックママサトさん、どうもこんばんは。ありがとうございます。そしてサムさん、どうもこんばんは。こんばんは。はい、サムさんね、この間ね、なんか血まみれロマンティックのとこ浮気してたって聞きましたけどね、カオルちゃん落ち込んでましたよね、ニナとかチーちゃんとかさはい、でもね、ニナとかチーちゃんはありがとうって言ってましたよ。はい、それから吉尾さん、どうもこんばんは。こんばんは。はい、それからヨングブロストンコン、あ、どうもこんばんはだからなんて呼ぶんだっけ、毎日やりたいのとか言ってね、 Wi-Fi ルーター使えないよ、カオルンかわいですって来てます。中学、心は中学ってことですよねって言ってますけど、そうです。嘘でしょ。そういえばマイミン、結構前からキャットイレブンの活動してるよね、いつぐらいからしてるの。いつだっけ、去年の、去年のいつだろう、6月か、でもまだ1年経ってない。そう、1年は経ってない、半年、半年は経ってる。あのね、そのなんかAKB みたいな感じで、こうみんなね、オーディションがあったんですよね。キャットイレブンの選抜メンバーオーディションっていうのがあって、でなんかこうみんなね、いろいろね、こう訓練とかをね、こう重ねながら、こうなんかどん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 脱落していくんですよね。いっぱい最初いた中からね。
なんか気づいたらどん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 なんか脱落者がこういって、で最後残った7人がそのキャットイレブンって言って、すごい、そうで、そのメンバーに残ったこちら2人でございます。イエーイ。はい、ということで、でね、そ、まあ、何をやるかというとですね、はい、まあ、私たちあの本当のねプロのね方からね、うんうん、あのガンアクションの知識を教えていただいて、でその知識を得た上で、あのポーズ写真集、リアルアクションポーズ写真集っていうのが、あのを発売するために今まで頑張っていろいろ訓練してたんですよね。でその訓練してたので、今月いつだっけ、4月の27日に発売です。発売ということでございますよ。ということで、イエイ、ね、皆さんね、そのリアルアクションポーズ写真集ね、ぜひぜひゲットしていただきたいと思います、うん、でその販売イベントを今度やるんでしょ。はい、ゴールデンウィークだな。そう、ゴールデンウィークにその販売イベントをね、はい、今度やりますということで、あとですね、それとは別で、はい、月1でね、サバゲーをね、最近ね、うん、やりだしたんですよね。2月からかな、うん、キャットイレブンと一緒にみんなでサバゲーをやっちゃおうみたいのがあってね、この間ね、早速ね、来てくれた方もいたんですけれどもね、うんうん、はい、まだ来てないかな、その方はね、この間来てくれたんです。脱落システムなの、めっちゃ厳しいやんとか言って、ダーツ見えるけどダーツうまいって。あ、渋谷さん来てくださいました、どうもこんばんは。こんばんは。あのね、ここね、あのマンガランドダーツもね、上野店もダーツありましたけれども、蒲田西口店もダーツがあるんですよ。はい、訓練やっぱゴルゴやってくれあれ5月6月くらいやったっけ、もっと前からやったような気にすんねんけど、気のせいかって。うん、ゴルゴさん、自分に打ち方教えてくださいって。おお、私でよければ。ゴルゴに教わったら一番間違いない。ちなみにね、私萌え担当だからね。あ、萌え担当だね。そう、ね、聞いて、私が萌え担当なんだよ。ほんとだ。ちょっと驚きすぎだ。驚きすぎでしょ。なんかね、その例えばそのポーズ写真集を作る時も、ゴルコがちょっと構えるってなるとめっちゃかっこいいね、普通にね、こう構えるんですよね、うん、普通なんだけど、なぜか私が構えるってなると、なんかこう内股でこんなポーズとかさせられるの。なんか私だけ違うんだよね。私見てないそれ。あ、そっか。そうなの、なんか違うんだよとかって。あ、ここでレッドコメントマックさん来てくださいました、こんばんは。こんばんは。はいね、今日も綺麗なマイミン、かわいいカウルン、山本さんこんばんにゃ。今日誕生日の赤い水星。あ、今日誕生日おめでとう。そうなの、赤い水星さん本日18歳ですか、おめでとうございます。嘘とか言って、切れた、萌え担当、それは残念とか言って、どういうこと、ひたすら燃えてるだけでしょとか言ってね、萌え宣言した途端画面真っ暗。え、そうなの、画面真っ暗やってよ。なんで私が萌え宣言したら画面真っ暗なんですか。どういうこと、それ打ち合わせ通り。大丈夫、おめでとうございますって言ってますけれどもね。カールン、今日のベルトは八つ橋ですか。八つ橋って三角だよ。長い八つ橋もあるよ。長い八つ橋もあるよね。生八つ橋、そう、生八つ橋が長いの。三角のなんだっけ、三角のが生八つ橋で、普通の八つ橋はおせんべいみたいに。ああ、日記そうそう、今日記見えたでしょ。日記そうなんです、誕生日おめーとか言って、カールンおしゃれーって来てますけれどもね。はい、はい、ね、まあ、そんな感じでね、私たちそのね、そのキャットの訓練をねしてる中なんですけれども、まあそんなね、彼女はですね、まあ、普段あのね、女優さんとして、ね、はい、活動しておりまして、さまざまな舞台に出演されてて、で今度ね、また舞台をやられるということで、はい、じゃあその告知なんかを皆さん教えてください、はい、今日チラシが ないんですけれど、申し訳ないんですけれども、はい、5月の16日から20日まで、渋谷に、そうですね、もう1ヶ月切ってますね、渋谷の渋劇という劇場にて、舞台人魚姫というものに、出演させていただきます。はい、ということで、あのね、なんとその人魚姫、あの、私がブログでもちょっと書いたかもしれないけど、あのレイチェルも出るの、戸田レイちゃん、うん、レイチェル、うん、レイチェルと同じチームじゃないのか、チームじゃない、そう、チームは、ね、別々らしいんですけど、ダブルキャストなんです今回。そうそうそう、でもね、ちょっとね、私絶対見に行きますからね、これ見に行くんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、キャットってスキャットってかけてるのとか言って。で、スキャットって何？むしろスキャットって何？スキャットって何？うん、おいでやす。カオルのベルトは完璧ですかとか言って。もういいでしょ、カオルのベルトね。いいよね。どんだけ引きずるんだよって、ね。あ、ここで高弘さん来てくださいました。こんばんは。こんばんは。はい。ね、サムさん2の輪とか言ってね。
固まりまくりスティとか言ってますけど。あ、そうなの、今日調子悪いんだね。なんかネットもね、固まっちゃったりとかするらしいけどね。サムさん、まだまだだな、カオルン、京都へ行ってこいとか言って言ってますけど。行く行く。絶対行く気ないっすよ。え、安藤氏送って、安藤氏送って行く気ないじゃん、やっぱり。やっぱり行く気ないじゃん。送ってって言ってるもんだって、自分で買いに行く気ないもんね。チャットのボケは送れるんだよとか言ってますけれどもね。行く自衛隊は、あ、送りますって。断射撃をしてました。本当だ、送りますって。送りますって。ほら、送ってくれるってよ。本当、うん、ね、では送りますって。いっぱい送られてくるよ、これ。送ります、送りますって。いっぱい送られてくるよ、これ。あ、じゃあ、私にも分けて。え、じゃあ、うん、最初の人は生で、後の人は、ね、お主も悪いよな。じゃあ、私もあんこ入ってないやつがいい。いろいろ、じゃあ、私チョコレートのやつがいい。ね、はい、こんなところ行ってましたらね、ひでたけさんが来てくださいました。こんばんは。ひでたけさん、この間キャットのね、サバゲー来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。はいね、回線ブチブチ切れてダメだって言ってますけれども、妖怪皆さん自分で作れとか、品物白玉で作れとか言って全く見られない。本当に見られないの、今日調子悪いの、ちょっと大丈夫っすか、ね、声は聞こえるのかな。マミにはカンピョン送ります。なんでなんでカオリン、みんなには私だけカンピョンだ。そんな大阪カンピョン有名だっけ。分かんない分かんないですけどね。まあ、そのね、あの舞台の方もねチェックしていただきたいんですけど、人魚姫ってことは、うん、貝殻うわで、どうなんの、女の子貝殻ね、貝殻ったらすごい可愛いんだけど、貝殻来たい私嘘でしょ、そういうキャラだっけ。貝殻ね、まだね衣装とかちょっとよくちゃっかり分かんない感じなんですけど、まあでもなんかチラッと見た感じだと、うん、あ、人魚っていう、私人魚じゃないんですけど、何の役、それはまだ秘密。うん、OK、 じゃあね、ぜひ見に来たらね分かると思いますけれどもね。はい、マイミー、また何か送りましょうか。そう、コメントマークさん、この間うどん送っていただいてありがとうございました。ごちそうさまです。めっちゃ美味しかったよあれ。はい、ゴルコさん、キャットでのマイミンの可愛い担当、マイミンは本当に可愛い担当なんですか。あ、キャットの中では可愛い担当、うん、キャットの中では普段はあんまりちょっとよく分かんないけど、分かんないけど、キャットの中では可愛い担当。そうなんだよ、キャットの中だとね、可愛いがってもらってんだよ私ね。そうなんで笑ったの。嘘っぽくなるから。あのね、この斜めの角度で笑うと嘘っぽくなるから、カオルちゃんがよく知ってる。ごめん、ね、はい、そうですって言いながら斜めでこうやって見てるから。現地にスワットの間違いだったってよ。え、スワット、さっきのなんだっけ、キャットはさ、ああスワットから撮ってるんですか、うん、ってこと。うん、海から期待してますって言ってる。現地にいて落とされるオイラ。ゴルコさん、マイミンのピーナッツを取らないでくださいとか言って、どういうこと。この間マイミーにうどん送ったよって、普段は OS なんで、とか、フラフープですか。あ、そう、ね、そういえばさ、フラフープハマってるんでしょ。ハマってないよ。え、だってこの間さ、私がツイッターにさ、フラフープ銀玉なのって書いたらさ、私もフラフープやろうって言ってたじゃん。ハマってはいないけど、あの銀玉、あ、銀玉じゃないまだ新刊買ってないから、まだ新刊買ってないから。あの日は台本読んでフラフープ、まあ、台本読んでフラフープね。私はね、台本読んでないでフラフープ、はい、ということでね、そうなんですよ。人魚の肉を食うと不老不死になるんでしょ。そうらしいよね。らしいね。人魚の肉って食べてみたいと思う。もうでもさ、不老不死になったらさ、いつまでもさ、今のままの美しい私でいられるけれども、うん、見てこの顔言っちゃったよこのおばさんみたいな。え、待ってください。でもマイミンが食べたら、うん、その年齢で止まるけど、私が食べたら、うん、この年齢で止まるってこと、うん、ぶん殴ろうか。いいじゃん、この年齢で止まったって、まだ若いし私ね、かおるちゃん、うん、はい、そうです。すいません、リアルに踊ってるみたいな、はい、そうですになってるんですけど。嘘だよ。おかしい、カオル受けるとか言って、ピーナッツ臭も永遠です。マイミン、次は何送ってくれるの。え、あれ、マイミン今日セクシー、もうすぐ DVD 出るかとか言って、回線が光でもダメじゃって言ってますけど、台本より銀玉やろって、ね、まんじゅうまんじゅう、まんじゅう、うん、本当かどうかカオルに聞いてみてとか言ってますけれども、カオルちゃん俺はどうかバカになるそうなって。でもさ、なんかさ、本当は怖いグリム童話みたいなのがあって、本当は怖い日本昔話っていうのがね、あって、この間それを読んだんですよ。そしたらね、ちょうど人魚姫の話書いてあって、で、なんか人魚が島に打ち上げられて、で、それを人魚の肉を食べた娘が、なんかこう、
悲惨な人生を送るっていう内容のやつが書いてあった。だからね、本当に不老不死って大変だなって思ったんですよ、うん、長方形の八つ橋を食べてから不老不死長方形こっちの方ね、こっちの方ね、うん、はい、そしたらね、まずカオルちゃんにベルト外してもらってください。人魚って頭に魚の被り物をするんですよね。人魚の知識間違ってね。人魚って確か、うん、顔が人間で、うん、図体なんていうの、下半身、あ、そう、下半身が魚だよね。逆、魚人のこと言ってる。ねえ、マイミンの DVD を買って知り合いにプレゼントしてもいいですか。え、いいですけど。よろしくお願いします。ね、5枚でも10枚でも買っていただいてお願いします。お魚くん、半魚人、人魚の男は半魚人。あ、え、そうなの、わかんない。なんかさ、え、人魚の男もさ、下人魚あれでしょ、いる上半身だけ普通の男の子で、下半身が人魚だよね。いる魚だよね、そうだよね、うん、ね、マイミンって魚顔だよね。そんなことはないと思う。今まで生きてる魚顔って言われたことはアップいいよ。アップいいよ。マグロ。マグロじゃね、切れたとか言って。ね、なんで本当に切れたとか言って、え、なんで、どっちの切れた、海鮮が切れた、また真っ黒になったってこと。ほら、みんなが変なこと言うからじゃんね。でもこっちの映像は出てるんだけどね、うん、はい、ここでハッピーバースデーの相手が入りました。こんばんは。こんばんは。はい、ということでね、まあ、本日はそのね、キャットイレブンのね、ゴルコちゃん来てくれてるんですけど、はい、そんなゴルコ、はい、じゃあちょっと毎回ゲストさんに聞いてる、うん、と質問を聞いてもよろしいでしょうか。何でも聞いていいってさっき言ったよね。あ、うん、何でも聞いていいって言ったよね、うん、じゃあですね、こんなクールでね、ビューティーなね、でも意外にね、可愛らしいところがいっぱいあるんですけどね。この子ね、そのこんな可愛らしいところがあるゴルコちゃんの好きな男性のタイプを教えてください。タイプ、半魚人以外でお願いします。半魚人以外。今すごい伝わるまですごい時間かかったよ、ここ。ねえ、ノッターとか言ってね。タイプは、うんうんうん、イプ、正直に言いますよ。正直に言って。タイプはありません。え、ごめん。どういうこと？ね、誰でもいいってこと？あの人も。なんだろう。あ、なんかね、そういうのたまによく考えて思いついて携帯にメモるんだけど、今メモることじゃないよ。メモることじゃない。あれですよね、結婚するなら18歳以上ですよね。当たり前じゃない。どういうこと。結婚するのに18歳以下を私たちが選んじゃいけないでしょ。どういうこと。今好きなタイプがだから18歳以上の誰かっていう。あ、年齢がね、年下か年上かっていうこと、うん、あ、なるほどね、なるほど。どうなの、年齢はどう。同い年、年上、年下ありますけど、あとリスとか、あ、リスとか、年上かな、年上、うん、あ、年上がいい。何個上までいけますか、うん、60歳から70歳から80歳から90歳から124歳から、ね、ね、長生きするに越したことはないけれども、長生きするに越したことはないけれども、うん、とね、ダンディーな方好きだから、うん、ダンディーな方好きだから、うん、ダンディだったら、ダンディだったらいい。何歳でも、うん、124歳でも、うん。言ったね、言ったよ。これ124歳の方求婚してください。私ダンディに限るよ。なんで124歳とか。回線は切れてもマイミーへの思いは切れません。キリ、うまいこと言ったなって言ってますけどもね。ありがとうございます。シルソルさん、どうもこんばんは。はいね、多分人気番組のせいかもとか言ってますけども、何人気番組ってね、うちの番組のことじゃないですか。人気番組ってね、はい、それ大事ですね。トイレットペーパーは2枚重ねですか。あ、2枚重ねがいいです。それって自分の、それ今ゴルコに聞きたいことなの。2枚重ね、あの柔らかい、ゴルコだからじゃねえって。マイミンの好きなタイプはピーナッツの匂いがする人ですかって。でもさ、千葉県イコールピーナッツみたいなの、そろそろやめてかない。千葉県他にも美味しいものいっぱいあるよ、うん、あ、ちなみに出身どこだっけ。出身は千葉より東京。千葉より東京、うん、あ、じゃあ東京なんだね、うん、うんうん、じゃあなんで千葉って言ったの。消臭力って言ってますけどもね、ゴルコだからじゃね、房総半島、醤油もあるね、うん、そうね、醤油も、あと梨とかもね、あと魚介類、うん、木更津の方とかね。はい、カールンこんばんは、サモさんよって言ってますけど、こんばんは。今千葉というコンクリート工場だっけ、うん、コンクリート工場、うん、
まあ別にコンクリートだけじゃないけどね。え、チーバくんって言いますよね。いるいる、チーバくん。私歌えるよ。チューバチューバーバチューバチューバーってやつでしょ。あ、違った。何それ。千葉県のキャラクターなんか知ってんの、知ってんの。チーバくん、なんかチーバくんの歌があるの。なんかなんか全身タイツみたいなの。全身タイツじゃないよ、チーバくんは。チーバくんはあの犬の形したやつ、赤い犬。あ、じゃあ違う。なんかね、でも歌があるじゃない。チューバチューバーバチューバチューバーチューバ。いや、あるよ。それどうなの、知らなかった。みんな知ってる。ちょっと誰か知ってる。千葉県民なら常識だよねとか言って言ってるけど、嘘でしょ。ほらおっさん、マザー牧場の歌で対抗するとか言って、チュパチュパとか言ってますけど。あ、ここで高平さん来てくださってます。あれ、高平さん、あ、またログインしてくれた。こんばんは。こんばんは。はい。で、チーバピーマンのライバル。そう、あのね、ピーマンってのもいるの。最近できたんだけど、うん、あ、木更津のアウトレットをオープンしたんだけど、ね、そう、そのアウトレットにオープンして、そのなんかイメージキャラクターとしてピーナッツ あのピーマンっていうのが言ってる。え、私待ってください。あの幼稚園の頃にピーマンのなんか宣伝物の絵本を読んだんですね。で、そのピーマンは野菜のピーマンなんですよ。あ、でもうちのピーマンはピーナッツのピーマンだからとても可愛いのよ。なんかね、なんか語尾に最後絶対クククっていうの。どういうこと、どういうこと、どういうこと。なんかね、私がそのピーマンのことをすごいツイッターとかブログに書きまくってたのね。ピーマン、ピーマンみたいな。そしたらなんとピーマンからフォローが来てピーマンからコメント来たの。やったね。そう、リツイートしてくれたのね、うんうん、返信してくれて、で、それでなんかあのピーマン本当なのかな、あれ公式のやつなのかよくわかんないんだけど、なんかピーマンのこと話してくれて嬉しい、ピークククって来た。野口さんみたいな。そんな感じなの。クククとか怪しすぎるやろとか言って。相澤先生は満州から引き上げてきた人なんで本当は千葉じゃないですけど、何しようほで、やっぱりピーナッツじゃんとか言って。本当だ、やっぱりピーナッツじゃんね。カフルいい調子、その調子だよとか言ってますけどもね。あ、ここで、シマさん、来てくださってます。こんばんは。パプリって言ってますけどね。グググとか、だからたまにミツピーとか言ってとか言うのかって言って。それはね、ミツピーはあれですよね、あの東京ディズピーランドがね、ちょっといろいろうるさいからね。え、あの、うん、あれなんですね、今日習ったんですよ、東京ディズピーランドについて、うんうん、あの、うん、なんか経済について。待って待って、それ長くなる。長くなる。じゃあ、はしょっていこうか。うん、そうすると、東京ディズピーランドが、は、うん、浦安市にあるんだよって。全部はしょったね。経済全く関係なくなっちゃったね。場所だね、それね。どっちかといったら、舞浜っていう場所にあるんだけどね。うん、ありがとうございます。ね、お腹ピーピーのピーとか言って言ってますけど、ピーはピーピーのピーって、はいはいとか言って。ね、まあ、細かくね、教えてくれ。で、じゃあさ、でもさ、言うてもさ、例えばさ、ダンディーな人が好きってことはさ、多分、なんていうの、引っ張ってくれる人が好きってこと？俺についてこういうタイプが好きなのか、それとも俺がついていくタイプが好きとかあるじゃん。草食系とかさ、肉食系とかさ。私、追いかけられたいか追いかける派かって言ったら、うん、私は追いかけたい派だから、なるほどね。どうなるの？ A 型の女子にありがちな。あれ、かおりちゃん何型だっけ？B、 あ、そうだ、 B だ、そう、 BAA なんですね。とかね、はい、ダンディはニヒルとか言って、カオピーはマイピーのことどう思うとか言って、ぶっちゃけって言ってますけどね。カオピーなんかマイピーのことどう思うって言ってます。マイミーは、なんかいつもピーな感じでピーピーですよ。ごめん、ピーしか言ってないんだけど。ピーしか伝わらないんだけど、もうちょっと、もうちょっとピー外してくれる。あ、じゃあマイミーは、カワピーけど、コワピーみたいな。何、カワピーけど何ピーって言った。コアピー、コアピーって怖いしかないだろ。コアピーのピーピー、それイしか入んないですよ。あと何入る。ピーって放送できないのかいとか言って。ちなみに舞浜はネズピーランドができたから名付けられたんだよ。あ、そうなの。あ、送り届けられたものをすぐに送り返してやるぜ、ワイルドだろうって言ってますけどね。何なのこいつ。なんでいきなり、あ、そうか、ワイルドだからワイルドアピールしてますよ。あ、そうですか、なるほど、ワイルドだろう、送り届けられたものをすぐに送り返してやるぜ。ちょっとショック、それはショック。普
通にショックだよね。カオルン絶好調コメとか言ってね、ゴルピーはマイピーのことを臭いと思いますか。ゴルピーはマイピーのこと、うん、あ、ピーナッツ臭いかってこと。違う違う、なんか私チャットの人たちに臭いとか言われてるのね。でも本当は臭くないってこと伝えてあげて、全国放送でやってね、特にいい匂いがするわけではないけれども。いい匂いするでいいじゃん。いい匂いする、香水つけてんだ、ほらほら超いい匂い。なんで鼻押さえんの。いい匂いじゃん。上がんないから臭いじゃんこれ。今笑顔だったでしょ。笑顔だった。めっちゃいい匂い、超可愛いし、いい匂いだよ。ごめんなさい、もういいです。いいの似合う女優なんですね。ピーピーばっかりとか言って、なんか銀玉みたい。みたい。肥料の匂いしない。肥料の匂いしないよ、なんで肥料。マイミンバターピーナッツは好きですかって。あ、でもピーの意味ないよ。ピーの意味ないよこれ。バターピーナッツのピーの意味ないよこれ。臭い疑惑とか言って、真面目な答えをしてもらわない方がいいのではとか、マイミーは臭くないよってほら、だから言ったよ、ね、うん、言ってくれてるやん。臭くないですよ、臭くないですよ、うん、ねえカオルちゃん、はい、そうです。カオルちゃんのはいそうですがさ、だんだん元気なくなってくるんだけど、なんで。お姉さん心配だよ。チーズさん、ピーが入るから正直に言っていいよ。誰が入れてくれるのかな。みんなが入れてくれるっていう。ランマのピーちゃんは好きですか。ランマのピーちゃんってなんだっけ。ランマに豚豚、あのあれでしょ、なんかほら豚ピーちゃん、黒いピーちゃん、めっちゃ好き、あれかわいいよね、超かわいい、ランマ好き、全部ヒレネイデル、全部2分の1ヒレネイデル。若いからな、ランマはわかるよ、若いからな、ランマ好き、ランマな、うん、お前らはどうせ知ってんだろ。コバピーンだとか言って、カラピーレンコン、夏系は苦手とか、このオッケーって言ってますけどもね。リョウガだね。ランマ2分の1ってさ、全然知らない。え、あのお湯と水は分かりますよ。分かってんじゃん。知ってんじゃん、それ結構知ってる方だと思うんだけど。でもキャラクターの名前とか全然分かんない。あ、なるほどね。この前ピーいつかピーピーピーしてやるとか言ってね、なんかね、ちょっとそういうピーはね、ちょっとね、なんかカップラーメンとか言ってね、カップラーメン、何がカップラーメンってどういうこと。ピーちゃん知らねえって言ってますけど、マダムさんもまだ若いからランマ知らないんですか。ピーね、ピーねとかピー関係なかった。まあまあまあいいでしょうね。まあそんな感じですね。まあダンディーでイヒルな、うん、やっぱ、うん、ゴルゴみたいな人が好きってこと。あ、じゃあスモーリー来週で聞いたこと、うん、そうね、眉毛太くて。顔は関係ないよね。でもゴルゴ結構女遊び激しい。あ、そうなの、見たことないよ。ワイルドでね、彼ワイルドだよね。女とかもあれだもん、女の子と会ってて、うん、でも普通に敵とかいると女バーンってなるから、そう、結構そういうシーンとかあるよ。そうなんだ、うん、すみません、読んだことないです。そうなんですよ。ピーコロなら知ってるよとか言って、それピッコロだからね。え、ピッコロって緑のやつですか。緑のやつです、うん、はい、緑のね、ドラコンじゃない、ドラゴンボール、ね、年齢不詳とか言って、コルピーの服ってはあ、これあ、これね、かわいいね。あ、これあれだ、なんだっけこれ、なんて言うんだっけ、ビビアンの、うん、おしゃれ。ビビアン大好きなんです。あ、そうなの、うん、ちょっとね、あれなんですけども、でもさ、あ、ちょっとクルートタイムいきますか、これちょっと毎回ゲストさんにですね、私服をくるっとしてもらうんですけども、くるっとくるっと、はい、立ってもらってですね、こちらの方でですね、ちょっとね、本当に大したことないんですけど、お願いします。すいません、はい、あのなんかいつも絶対おしゃれな人が服着てると思うんですよ、みんな、はい、私全く、あ、そんなことないですよ、おしゃれだよねこれね。あ、さっきかおるちゃんがすごい可愛いって言ってたもんね。はい、じゃあくるっとお願いします。くるっ、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はいね、やっぱさ、ゴルゴだから、え、やっぱ黒が好きなの。ね、黒から卒業したい、黒好き。どういうこと。白とか着たいの、白とか着たいの。これ着る、これ着る、今度貸して。今度じゃあ交換越しよ、これ今度ね、で、カレちゃんとも交換越して、うん、何でね、春、もう春でしょ。そう、春やで、だから、ね、はい、春っぽい服、色を着たいんだけど、うん、ちょっとね。ビビアンスーですかとか言ってますけど。ビビアンウェストウッドです、ね、黒背景でクルートとか言って、あ、そうか、牛乳で染めた服を貸してあげるマイミンとか言って、カールもクルートって、カールもクルートって言います。じゃあそっちでカールもクルートしてください。
や私あれなんかあれなんで膝から下が制服のままなんですけど、うんうん、膝から下が制服のまま、まあええやろ、上の方だけ写してもらったら、じゃあ、はい、クルットタイムでーす、ということでクルットです。なんか今日かなちゃん大人っぽいんじゃない？そうなんですよ、ね、これで、うん、ピクニック行きたいなっていう格好がなんかこれなんです。なるほどね、今日はピクニック気分だったわけですね。ありがとうございます、お座りください。はい、クワイーって来てますけど、かわいいって言えないんですか？全身白服で、カレーうどんを食べるぜワイルドだろうまでやってますワイルドアピール半端ないです、カレーうどん好き、カオルンって言ってますね。カオルンかわいいな、ピクニック行こう、おさんたちをそこに置いていこうあ、マイミークルッと、いやーマイミーはいいんじゃないですか。マイミー縦にクルッとしてってね、おかしいさ、私だけ縦にクルッとってね、どこまでも回っていくぞこの野郎はい、ということでですね、まあね、そんなね、おしゃれなね感じなんですけれども、何ですか武田鉄矢のモノマネ、なんでしなきゃあかんのじゃあ斜めはとか言って、斜めも無理でしょうか、無茶ぶりとか言って、なんか最近無茶ぶり流行ってますよね、チャットの皆さんね、武田鉄矢好きですよね、なんで、あ、そうそうだ、舞台やるじゃないですか、人魚姫、5月16日から20日、はい、覚えた、すごくない？ありがとうございます私はですね、それよりも前にやります、4月26日から29日まで池袋シアターカッサーにてですね、お笑いの舞台をやらせていただきます。今回ね、何度も言うようですが、幼稚園&小学生の役なんですけれども、まあ、相沢さんのね、相沢さんらしさが出せてる、感じだと思います。ただし可愛らしさはほぼゼロでーすなので、ね、そんなことないですよ、ぜひぜひね、見に来ていただきたいと思いますよ、ね、チケットね買ってくださいはい、ということで、やはりマイミーイコールイジバルキャラと、ほら待ってるよピッコロの真似でもいいよとか幼稚園の役とか言ってますけどもね、そうですよ、幼稚園生の役です、似合うでしょ、うん、はい、セクシー熱動とか、マイミーはもともと可愛いから大丈夫って言ってくれてますけどもね、なんで笑いがついてるのかよくわかんないですね照れ隠しか、うん、照れ隠しなのか、うん、はい、ということで、あ、そう、あとさ、もう一つ、はい、カオルちゃんと私、はい、あ、そう、ね、言って言ってたね、言って言って、来週の、うん、フレッシュスタジオ、フレッシュ撮影会、撮影会が、うん、なんとマイミーと私が一緒なんですよ。そうなの、一緒にして初共演でございます、ということで、なんかね、フレッシュで同じねモデルさんとしてね出演するんですよ、うん、なのでね、ぜひぜひね来ていただきたいです、はい、私のねなんか友達もねその日いっぱいいてね、なんかめっちゃ楽しくなりそうなんです、だからね、ぜひぜひね皆さん取りに来てくださいね、はい、ちなみに別にピュアティーンイベントじゃないですよ、ティーンじゃないやつもいるからね言っとくけどね、はい、カオルが水着を着てない疑惑があって、どっちに並ぶか見えとか言って、フレッシュ撮影会いけないけどって言ってます、初共演おめでとう、カオル現場で前見に襲われないように気をつけてねって言ってますけれども、はい、はい、大丈夫だよ、ね、大丈夫だよ、コンパクトなデジカメでもいいですか、デジカメでも全然大丈夫です、デジカメの方とかもいますからね、ぜひぜひ来ていただきたいです。あとね、うちらね5月の13え、どれ、え、あのキャットのホール、そう、あ、ブラックホールが先か、ブラックホールが、うん、5月の4、5、うん、5月の4、4、5、あ、そうなんだ、うん、もう決まり、うん、5月の4、5に、うん、イン浅草、イン浅草で、うん、イン浅草のどっかわかんないんだけど、ブラックホール、うん、ブラックホールはオワコン、オワコンって何、探り探りの進行とかブラックホールっていうのはガン、なんていうの、あれなんていうイベント、ガン系のイベント、うん、うん、そんな感じ、ミリタリー系の、うん、お店とかがいっぱい来たりとか、うんうんうん、ミリタリー雑誌の編集者さんがいっぱい来たりとか、浅草のどっかでどこで書いてブラックホール2012浅草でググってくださいそんな感じです、ということでね、ポスターになってます、そう、ね、キャットイレブンの中でうまい、ね、トップ2の、ね、2人がですね今回なってまして、ゴルコとあと秋葉ちゃんっていうね、2人がですね、3人あと監督、うん、ね、小峰さんと、小峰さんと
ゴルコと秋葉ちゃんでしょ、うん、の3人が今回ポスターになってますので、そちらの方もチェックしていただきたいと思います。でその後5月13日の時にサバゲーがね、はい、あるんですよね。また、秀崎さんがねこの間来てくれましたけれども、そのサバゲーやります。ブラックホール、うん、マイミンのへその穴のことですよね。なんで私のへその穴がブラックホールなんで、おかしいだろうっつってね。はい、5月3日のカオルのイベント券ゲットしに土曜日東京行きますって言ってますよ、ね、あ、そうみんな、うん、あの5月の3日は、うん、内山の DVD の発売イベントが、うん、あるんだね。あるソフマップであります、はい、17時からと19時からの2回あるんで、うん、ぜひあの来てください。はい、ということで清水さん、マイミンもゴルゴみたいなあだ名つけましょう。ゴルゴみたいなごついあだ名ですか。なんで、私萌え担当だから可愛いあだ名だよ。よろしくお願いします。ということで、マイミンあだ名は両津でとか言っておかしい。でもマイミンね、あだ名ついてるよね。あだ名マイミンでしょ。あだ名マイミンじゃないの。え、それが何。え、キャットではマイミンって呼ばれてないの。そうそうそう、先生って呼ばれてます。私あのキャットイレブンで先生って呼ばれてますので、みんな先生もしくはマイミンって呼んでください。もういいかな、次のコーナー行って。はい、はい、じゃあ次のコーナー行きたいと思います。まあこれ漫画ランドイケメンコーナー違う、漫画紹介コーナー違う、スタッフコーナー、漫画ランドスタッフコーナー。はい、ということでですね、本日は漫画ランドのね、蒲田西口店からの放送ということでですね、なんと藤君が来てくれました。ありがとうございます。藤君今日はどうもありがとう。わざわざね、ありがとうございます。これが持ってきてくれたの、ありがとう。じゃあちょっともらっていいかな。うん、ありがとうございます。みんな藤くんですよ、覚えてください。探り探りの進行その2、え、まさかのとか言って、本庄さん、本庄さん来てる、本庄さん、本庄さん、本庄氏いるとか、なんでかぶりもんなん、顔出し NG ですかとか言ってね、大人の事情だよバカ野郎。はい、ということでですね、藤くん ね今回ね、2冊ご用意してくれましたけれども、でもね、私ちょっとさっきからね幻覚が見えるんですよね。好きすぎて見えるのかな、好きすぎて見えるのかな、なんかね、いるんだよね。え、なんかイケメンがいますよね。なんかいるよね、イケメンがね。いない、なんかイケメン見えない、うん、すごいイケメンが、すっげーイケメン見えんだよな。いやでも今日藤君来てくれたね。ねえ、そうだよね。ごめんね、なんかね、でも本当にイケメンが見えるんだよな。イケメンそうとか言って、北条さんお引っ越しとか言って。はい、ということでですね、本日なんと、漫画ランド上野店から北条さん出張で来てくれました。どうも。ありがとうございます。あの親玉って呼ばれてますけど、藤くんの親玉って呼ばれてますけど、そうですね、どうですか親玉。いや、まあ、ね、西口のマスコットキャラの藤くんと、で上野のね、はい、負けてらんないぞということで、はい、今日はわざわざ上野からお越しいただいてありがとうございますね。相沢さんがさ、あだだこねてさ、本気温泉でないと嫌だって言ったことにしようかって言ってたんですけど、あ、それやるんですかってさっき真顔で言われた。お嬢さんいますねとか言ってね、やっぱり人事異動とか言って、出張費出ますかとか言って、ちゃんと切符代請求してくださいね司会にとか言って、カオルン恐竜の看板がねって言ってますけども、でもやってるマイミン、マイミンやってるし。じゃあですね、これ北条さんぜひぜひお願いします。今回1冊目が、はい、1冊目がジュバングジュバング、まあ、ジュバング、ね、あのキャットイレブンの2人が出ているということで、はい、銃撃戦のあるような漫画を選ぼうと思って、はい、選ぶと思って最初はゴルゴ行こうと思ったんですけども、はいはい、取られちゃった。嘘やん。いや私がね、嘘やん。え、これ私の方が絶対後だと思うんですけど、どう思いますか。すいません。それで、まあ、海上自衛隊が、まあ、メインなんですけど、そうなんだ、うんうん、ある日その第二次世界大戦の舞台にタイムスリップしちゃうんですよ、ね、うんうん、はいはいはい、それでね、まあ、歴史をね、何今ちょっと組み笑いしたんですか。それでねって。それで、まあ、歴史を変えようとする、うんうん、その第二次世界大戦時代の人たちと、うん、それを流れを止めようとする海上自衛隊の人たち、なるほどね、
何ですか、何のための川田西口店の人とか言って結局北条さんかいとか言って、北条さんごもっともない件とか言って、上野のマスコットはかぶり物しないんですかとか言って、このぬいぐるみは鼻から外を見るタイプだなとか言って。違いますよ、この人はこの顔なんですよ高校生ないそうだ左耳が寝ているのが気になる、それが可愛いよね、可愛いこれねえ、めっちゃ可愛いです。北条さん一度上野のマンガランドでお会いしましたよねって言ってますけどもね、はい、じゃあちょっと中身見てもいいですか、はい、でもさ、海上自衛隊の人とかにも私たち教わったことあるよね、うん、そうそうそう、なんかいろんな方にね結構本格的な技術をね教わってるんですけどもね、あ、やっぱね、なんか結構これシャーラップって書いてある、かっこ黙れってこれいる、これ別にいらんや、シャーラップって言ったらね黙れってわかるよね、カオルちゃんでもわかるよね、はいなんでめっちゃ嬉しそうなはいってね、あー、それからね、あ、でも M4? あ、M4 じゃないこれ、わかんない、 M4? なんか今M4?ね、でもさ、もうこれ握ってますよ、これやばくないですか、握っちゃダメじゃないですか、これもうこれから打つ直前なんじゃない、あ、そっか、打つ直前だったらでも構えてなきゃいけないじゃないですか、これそうですね、やっぱりそうだと思いますけれども、どうですか、ゴルコさん、あ、うん前にシャーラップって言われたんだけどあれおかしいでしょ、なんかちょっと小刻みに笑わないでもらっていいですかめっちゃ今笑ってたでしょバレてるから、英語が苦手な人でも安心ですねとか言って M5 とか言ってますけどね、なんだろうねこれね、でもすごい、ほらほら、あ、M4 ってね、うん、私たちが普段使ってるねライフル銃、そうなんですよ、ということで、じゃあもう一つお願いします、紹介を、3組がこちらです、サンカレア、うん、まあ、今アニメもやってるんですけど、うんうん、まあ、こちら、まあ、主人公がもう一人男の子がいるんですけど、うんはいはい、その子がまあゾンビが大好きでしていや、すごい趣味をお持ちで大好きすぎて、はい、その死んだ人間とかを蘇らせる薬をまあ作ろうとするんですよ、うんうんうん、ある日まあこの表紙の中でお嬢様、うん、まあ、お嬢様なんですけど、お嬢様なんだ、その家の束縛が嫌で、うんうん、自衛になりたいと、はいはいはい、でまあその黙って薬を飲んじゃうんですよ、はいはい、である日事故で、まあ、死んでしまうんですけど、うん、なんか引っかえてしまって、うん、その主人公の男の子とこのお嬢様の恋の物語、何それ、なんか複雑だけど面白そうですね、だいぶ変わった性格ですねとか言って、あ、ね、秀武さんがね教えてくれてる、今のは89式 5.56 ミリ詳しい、さすが秀武さん、すごいね、海上自衛隊ですか、僕は陸、あ、そうだよね、レッドコメットマックスさんもね、あの、あれでしょ、自衛隊出身なんでしょ、すごい、ね、自衛隊出身のことを異様にいっぱいいるのよ、北条さん声張って音小さいよとか言って、マイクが遠いのかな、北条さんそっちの人かとか、ゾンビとは恋できないとか言って、ややこしいややこしい言われてますけど、ちょっと中身見てもいいですか、すいませんね、この前申し訳ない、申し訳ないですねちょっとこれ死んじゃうシーンじゃないですか、あ、これそう、セクシーショットダンディーだよ、あ、ダンディー、ダンディー、ダンディー見つけましたよ、ダンディー見つけましたよどうですか、ダンディー見つけましたよおぉ、恋物語とか言ってね、自分はマヨネーズ式100ですとか言ってね、言ってますけどもね、まだ黙っとけ、僕は陸上自衛隊ですって言ってます、自転車隊だよ、あ、自転車隊陸上自転車隊って何、そのセクシーショットを再現してくださいとか、ダンディーやなーとか、ヒゲある人って童顔の人が多いよねって、童顔だからヒゲ生やすのかな、ねえ、ねえ、あ、でもね、結構ね、セクシーショットありますね、うん、これね、じゃあこれあれですか、恋物語ならね、やっぱりね、北条さんね、やりますか、やりますか、今日13来てますからね、はい、じゃあこの2人にこのサンカレアを演じていただきましょう。じゃあですね、ちょっと北条さんとですね、打ち合わせをしていただきたいので、はい、ここ席交換してもらっていいですか、ごめんなさい、ごめんなさい、じゃあちょっと、ごめんね、ここちょっとね、はいはい、じゃあこう立ってもらって、ゆりさんここ来てください、はい、どうぞね、はい、お願いしま す, すま、ね、わー、はい、ありがとうございます、ね、かわいいの来ましたよ、皆さんね、しばらくはこちらの映像をお楽しみくださいすっごいかわいいね、あ、
いやちょっとここ、これどうなの、暖かい暖かいニスとか言って、隣 JK だぞとか言って、てかちゃんとに黙れてそんなツッコミあるかとか、もっと他にあれやろとか、カオルン画面から見切れてるよ頑張ってとか言って、視聴率上がりそうな、何も喋らんし放送事故とか言ってね、鼻うさぎ鼻うさぎとか言って、うん、途中参加で分からないんですか、真ん中の人は何ですか。あ、これバイバイさん来てくださいました、こんばんは。ですね、こちら本日蒲田西口店から生放送してるんですけれども、このマンガランド蒲田西口店のですね、イメージキャラクターでございます。よろしくお願いしますね。かわいいでしょ。はい、ということでございますけれどもね、皆さん今日もね、美人さんが来てくれたおかげか、それともね、リス君、藤君が来てくれたおかげかですね、チャットの方がたくさんいてくれますけれどもね、はい、真ん中のイスピーにかきピーあげてみとか言って、ダメだよそれ、スタンドになってしまう、コルコさんおらんやんとか言って、公開の中だワイルドだろうとか言って、固まりまくり。あ、今日調子悪いみたいですね。この場面決まりました、 OK ですか、 OK ですか、いけますか。はい、とじゃあですね、北条さんですね、マンガランド上野店から駆けつけてくれたイケメン北条さんとですね、こちらキャットイレブンね、清水ね、ゴルコちゃんにですね、演じていただきたいと思います。いきますよ、はい、よーい。やっぱゾンビっ子さんが最高だよな。でもなかなか言えんだよな。じゃあ私がゾンビになったら責任取ってくれるってことですよね。それはじうん、じゃあそれ考えておいてくださいね。私もそろそろ家に戻らなきゃいけないから。はい、カット。今ね、カットの合図くださいみたいな、カットね、カットしてください。ちょっとここ読むって言ったのに読まなかった。何それ、何それ、何で読まなかったんですか。ちょっとそれどういうことですか。うちの女優やる気ですよ。ちょっともう一回女優やる気ですよ。どういうことですか、北条さん。手についていいですか。北条さん、どういうことですか。ガチで照れてました。本当に私ね、あともうちょっとここ読みたいとかあったんだけど。でもね、ちょっとね、普段そういうセリフさ言ってるってこと聞いたことないじゃない。だから私もなんか恥ずかしくなっちゃった。だってさ、見てこれ、これやってたんだよ、これ。このシーンやってたんだよ、このシーン。責任取ってくれるってことですよねって。こんなん普段さ、クールビューティーのさ、コールコがやったら興奮してしまうよ。日に日に良くなってく。北条さん助けてのサインのものと、監督笑ったらあかんとか。カオルもやってって言ってますけども。やらないよ。カオルね、次ぐらいからやろっか。え？ね。ね、次くらいからね、全然ね、やりましょうかってカーッとって言って、初めて見るドラマするのねとか言って、2人とも感情こもってる、いいねって言ってくれてますけれども、常識にとらわれるな、セリフなんかいくらでも飛ばせ、ワイルドだとか言って、ワイルドバイホールとか言って、ツンデレって言ってますけれどもね、まあそんな感じで本日も2人演じていただきました。ありがとうございました。おーい、藤くん、ありがとうね。今日はどうもありがとうございました。ということでね、まずはじゃああちらの方で、ね、楽しんでいただきたいと思います。じゃあ席替えタイム、はーい、はーい、戻ってきてください。譲り合いですよ、皆さん。はい、譲り合いですよ。はい、ということで、あと蒲田西口店の、はい、蒲田西口店の、ここダーツコーナー、はい、ただいまね、蒲田西口店のダーツコーナーよりですね、生放送しております。こちらなんとですね、蒲田西口店2階ダーツコーナーではですね、限定ビール飲み放題800円で行っております。安くないですか、これビール飲み放題でずっとビール飲みながらダーツできるってことでしょ。そうです、ここの場所だけなんですけど。素晴らしいじゃないですか。飲み放題これね、ということで、ぜひぜひ皆さん蒲田西口店にいらっしゃった暁にはですね、ダーツをやりながらビールといきましょうということでよろしくお願いします。これはいい情報ですねって言ってますけども、リス君口に灰皿挟まってんのとか、リス手当は八つ橋何枚分でしょうかとか言ってね、リスの出てきた意味、リス君もう脱いでも大丈夫だよとか言って、多分リス君来週はきっと上野店に来るよとか言って、蒸気片手にダーツワイルドだぜとか言って、マイミンダーツでけんの、できますか。うん、できるできる、投げりゃいいんでしょ。ダーツってさ、投げればいいんでしょ。
的に当たんなくてもいいんでしょ、うん、ダメだよそれあの私がねダーツ投げるとね先っちょの部分がね絶対折れるんだ、うん、なんでだろうね、うん、あとねでもちゃんと届くんだよ届くんだけど刺さんないで、うん、でも点は入る感じ、そうそう点だけ入るよ点だけ入るんだけど刺さんないみたいなね前みんなげやりとかピーナッツ投げるんだよとかお好み焼き作りながらの視聴とか言ってますけどもね、それいい、ということでねまあそんな感じでね、ね北条さんがね上野から来てくれてリスクも応援に来てくれましたけれどもでは次のコーナーに行きたいと思います。はい、マンガランドイージーカフェクイズ。はい、このコーナーはですねマンガランドイージーカフェに関するクイズを私たちが出題します。1問正解すると100ポイント、皆さんには自己採点していただきたいと思います。その他ボケポイントなどがございまして面白い点数面白い答えを言ってくれますと私たちから好きな点数をつけちゃいます。見事優勝した方はカオルちゃん。はい、私たちに言ってもらいたいセリフを言ってもらうことができます。はい、ということでございます。なのでですね、皆さん優勝目指して頑張ってください。では行きます。せーのって言ったらドゥドゥンって言ってください。はいここでまさかの打ち合わせだからね。はい、行きます。せーの、ドゥドゥン。はい、ありがとうございます。第1問、マンガランドの、蒲田西口店から本日生放送しているんですけれども、では問題です。マンガランド蒲田西口店の1階は何でしょうか。解答タイムスタート。ここは2階なんですよね、はい、で1階にですね、まあ、あるものがありまして、でそこの、ね、上にちょちょんと上がるとですねこのマンガランド蒲田西口店があります。マンガランド蒲田西口店ってねめっちゃ広くて綺麗なんですよ。でさっきいろいろフラフラ回ってたんだけど、かおるちゃんがすごいものを発見したんですよね、はい、あのほらあれ瓶に入ってたやつなんだっけ。ここあの飲み放題のスペースってあるんですけど、うん、そうその中にですねお味噌汁がなんと3種類もあるんですよ、ね、お味噌汁も飲めちゃうし、あとね調味料もねすごい揃ってて充実してます ね、充実してますよね。唐辛子からね青のりからねマヨネーズ、うん、ソース、しかもソースの種類がいろいろあるというね、うんうん、でそれでねほらさっきも言ったけどこのダーツコーナーはねビールがね800円で飲み放題でしょ、うん、この他にもさすごいんだよ、コーンスープとかねいろんな種類の飲み物がねたくさんあるんですよ。で上の方まで行ってさっきいろいろ見てきたんだけど、ソファー席とかもねめっちゃフォアふかふかなの、うん、すごいいい感じですよ皆さん、うん、はい、ということでね、ではでは皆さんの回答をね読んでいきたいと思います。1回マイミンのお家1回私のお家で2回マンガランドいいじゃないですか。1回はヨロズヤ、カオルの恐竜の保管場所、太平洋、刑務所、ボーリング場、味噌汁、1階味噌汁ってどういうこと。37メートルプール、蒲田1回転蒲田1回転に500ポイント、リスの実家がリスの実家に500ポイント北条さんの別荘、ダルビッシュの実家、1階はうまい棒工場、イタリア料理屋、これは景品蒲田店だった詳しいなイタリア、料理屋に500ポイント、それからビールケース恐竜いっぱいって言ってます。マイミンの実家だから私の実家千葉だって言ってるじゃん、寝カフェの下にあっていいものだよね。そうですね、アイドアの合いびき部屋とか言って、牧場、カマピーランドカマピーランドって何カマピーランドって何なんか怪しいんだけど駐車場とか言って答え、スーパーマーケット、実は1階がない、怖い怖いバイバイさん500ポイント居酒屋、ボーリング場、なんかボーリング場好きだねみんなね、ボーリング場そんなねじ込みたいですか。定食屋、食べっ子動物の工場、それいい。なにどれどれ、食べっ子動物、食べっ子動物の工場、じゃあ何ポイントいきますか。600ポイント。はい、いきます。ということでね、食べっ子動物美味しくないですかあのチョコがかかってる方が好き。美味しいけど美味しいけどね、うん、わかるよね。オレンジとか言って間違えて景品蒲田店に行きました、来ましたから詳しいです。あ、そうなの。あ、相沢さんの個人塾とか海ほたる、ゴルゴの光、ゴルゴの光実家にあるってこれいい。500ポイント500ポイント、はい、サムさんですね、サムさん、はい、それから香川県、リス屋敷、もしくは徳島県何これ、もし香川県もしくは徳島県って何。モスド、モスドって何、ミスドと、あるんですよ、モスド、モスとミスドの何コラボっていうかね。え、そうなの。あるあるある。え、知らなかった、どこにあるの。恵比寿とか、ええー、最近恵比
スにできた。そうなの、エモスド行きたいから500ポイントはい、それからカオルの真剣さが可愛いって言ってますね。定食屋の忍びの部屋、ゾンビ工場ねじ込んでくるね、ゾンビ工場に500ポイント。はい、キャットの事務所キャットの事務所下にあったらね、キャットの事務所蒲田にあるキャットの事務所蒲田にある。どっちかといったらね、赤羽とかね、そういう射撃場あるんだよ、赤羽にね。そうなんですよ、ザラっぽいところオカメナット、キャリーパミュパミュがプロデュースしたキャリーパミュパミュの才能あふれるキャリーパミュパミュでやこいつ言わせたいだけだからじゃあ読んでみましょうか、カオルちゃんさん。はい、キャリーパミュパミュがプロデュースしたキャリーパミュパミュなんで笑うのそこ、笑うとこじゃねえの言えない。いやでもね、この子は言えますよね、ゴルコはいけるよね、ゴルコまで3、2、1。はい、キャリーパミュパムがプロデュースしたキャリーパミュパムの才能あふれるキャリーパミュパムな部屋言えてないから言えてないから。ちょっとさ、キャットイレブンのメンバー見たら大爆笑だよこれキャリーパミュパムキャリーパミュキャリーパム。でも意外に努力家なんですよ。でも私、待ってください、でも1回目のキャリーパミュパム言えてねえから何回も言ってっけどね、キャカオルかわいすぎるとか言って、お姉の待合室とか言ってますけど、惜しいね、ゴルゴにも1000点くらいあげたいって言ってますよ。餃子の王将、牛丼の玉ねぎ作っているとか吉野家。じゃあそろそろ締め切りましょう、せーの、3、2、1、終了ということで。はい、じゃあですね、ラーチやりに来ている人の行列、素晴らしいじゃんこれ、サムさん500ポイント。はい、ということで、実はブラックホールブラックホールね、いいかもしれないですけど、浅草なんでしょうね、何も思いつかないって言ってますけれども。ではですね、正解言ってないや正解言ってないで次行こうですよ。正解は、下にですね、ドトールコーヒーがありますということでですね、ドトールコーヒーにね、さっきギリギリまでいたんですよね、で、私と2人でね、打ち合わせしてたんです、そしたらね、なんかH 城さんって人がね、H 城さんって人が入ってきたんですよ、で、最初素通りしたんだ、最初素通りして、あれ、北条さんだよみたいなこと、あ、言っちゃったH 城さん、 H 城さんがね、通ったから、あれ、H 城さんだよって言ってね、で、その後ね、トイレ行ったじゃん、トイレ行った後に H 城さん入ってきたんですよ、店内に。で、なんか、いろいろ頼んでたんですけど、その間もね、私ずっと熱い視線送ってたのに全然気づかなくて、で、テイクアウトして帰りましたよ、気づいてもらえなかった、寂しかった、寂しかったよH 城さんねとか言って正解者はいたかなってね、ドトールいなかったかな、あ、惜しいって言ってる人がいるけどね、ドトールしかドトールはいなかったかな、はい、じゃあ第2問いきましょうか。はい、はい、いきます、せーの、でで ん, でん、はい、じゃあカオルちゃん第2問お願いしますふってなんだよアンガランドの蒲田店に、来る途中でですね、はい、来る途中で、クイズを見てきたんですよ、クイズを見てきたんですね、でそのクイズを皆さんに出したいと思います。はい、はい、出してください。お花見いいですかね、お花見で三色団子を、はい、食べるじゃないですか、はい、三色団子ってピンクと白と緑ですよね。そうだね、そうだね、色の由来は何でしょうか、はい、ということで回答タイムスタートです。早く、早く答えて、早く答えて、早く答えてね、ほら、お花見やるじゃない、でお花見やるときにさ、やっぱさ、花より団子と言いつつも団子食べたくなるじゃないですか、団子好き、団子好き、みたらしと三色団子どっちが好き、みたらし、あ、そうですか、ごめん、三色今の流れ絶対三色だね、ごめん、ごめん、素直か三色団子素直だ、こいつ、こいつ素直だぞあはははとか言ってみんなかわいい素直とか言って言ってますけれどはい、ねえね、そのね、3つがね、ついてるけれども、はい、それには意味があるの。そうなんです、その意味は何でしょうかってことなのね、3つついてる意味ってこと。はい、そうです。ヒントとかないですか、そのちょっとなんかヒント、ヒント、何に関係してるとかさ。ヒントは、色、味、
色ですね。色です。ヒントは色ですよ。皆さん考えてください。ではですね、皆さんの、ね、回答を読んでいきたいと思います。静脈動脈包帯、風水のコパさんが決めた、天丼牛丼親子丼の役どういうこと。床屋、爆笑、愛と勇気と友情、花、恐竜の色のベスト3、情熱と熱血と根性なんか熱いな情熱と熱血と根性に500ポイントおめでとうございます。はい、白と緑は知らないけどピンクは俺マヤさん500ポイント山と雲と桜、あ綺麗だ、緑俺だしとか言ってハッピーパーセントさんにも500ポイントはい、やべ、あと1分だ。はい、ピンチいいんじゃねえよ。さっきから温めすぎだよめっちゃ温まってるよひな祭りの、三色やけど関係あるんでしょうかね。ということで、北条さんの心って言ってますけれども、じゃあそろそろ締め切りたいと思います。はい、3、2、1、終了。正解の方お願いします。はい、正解はですね、季節を表しています。ピンクが、はい、春、緑が夏、白が冬です。うん、秋がないじゃん。あら、はい、そうなんです、うん、秋がないんです、うん、でその理由はですね、はいはい、秋がない、味に飽きないんです。味に飽きないっていう意味で秋がない。なるほどね、なるほどね、日本人だじゃるんよ。何人だじゃるんきゅん、カオルちゃんが言うとかわおいみー、かわおいみー、ガールン食べたんちまいって。待って、これ控室で言ったらみんなおーってすごい言ってたのに、なんでか本番になるの。それは当たり前やろはい、ということでですね、まあ、そんなこんなで、ね、盛り上がっていましたけれども、採点タイムしてもいいはい、ということでですね、本日の問題終了、採点タイムといきましょう。我こそが1位という方は点数発表お願いします。はい、で、本日の、優勝者は誰でしょうか。500点、はい、勉強になるなって言ってますけどもね、500点、はい、1000点、2100点、お、2100点、じゃあ次はいない、2100以上いないのか、いないのかはい、ということで600ピーンって来てますけれども、じゃあ2100優勝でいいですか、いいんですか、はい、ということで、ではオークションって言ってますけどもね、サムさんが本日優勝でございます。おめでとう。じゃあサムさん、私たちが一言で言えるセリフをね、ズバッと書き込んでください。3秒でお願いします。3、2、1、はい来た、すごい、みんなで元気にえんえんよ、可愛くということで、じゃあ私かおるちゃん、最後、ゴルコで締めたいと思いますので、はい、順番にいきます。じゃあ3人ください。3、2、1、みんなで元気にえんえんお、ありがとうございます。あ、かわいい、かわいい、はい、次、はい、本物のかわいいのいきます。3、2、1、はい、みんなで元気にえんえんお、ありがとうございます。これ何時やるんですか。やるよ、辛いだろ、辛いだろ、辛いぞ、よし行くぞ。3、2、1、はい、みんなで元気にえいえいおー、ありがとうございました。ということで本日は、蒲田西口店から、清水ひな子ちゃんに来てくださいました、ね、皆さん来週はですね、相澤まゆみちょっとね、小屋入りのためお休みでございますので、アシスタントかおるちゃんが頑張ってくれます、はい、マンガランド、ね、上野店からの生放送です。皆さん見てね、ありがとうございました、バイ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 。